で、またこっからだと、まあ、大丈夫ですね。こっからだと、まあ、大丈夫ですね。大丈夫というか、まあ、時間に余裕がありますね。動画を作ったばかりなので、まあ、時間に余裕があるという感じなんですけども、これね、許可しないと。というので撮っていきたいと思いますが。んで、これ2つ上がってますね。で、YouTube の方の動画はなかなかこれは 98% のままですね。こっから上はもう全てなってるんですが、で、こっからまた、だんだん話が、要はその、まあ、この内容ですね。横山ミステル三国志の単行本でこういう場面があったらどうなるのかというのを載せてはいるんですけども、しかしまあやっぱりゆっくりスクロールだと本当に容量を使うの早いな。今1秒間に2メガバイトです。今800キロバイトか。少し下がってきたのかなと思ってみてもやっぱり1秒間で1メガバイトの容量を使っているような感じですね。すごいなと思うんですが。というようなことが載っているんですけども、これはちょっと文字が少なくなってきたので、容量も1秒間に 700KB ぐらいになりますね。そんでも1分30秒で 50MB は超えてしまいましたが、そうするとこのまだ3分で 100MB になっちまいますね。100MB までいかないので、2分ぐらいで1回切ろうかなと思うんですが。そうですね、調整理法についてなんですが、ルールを徹底しなければいけないというんですけど、まあ、その見たいところだけ見ていると結局はバラバラになってしまう。1場面ほんちょっとの場面でも入れ替えしてしまうと結局分かんなくなってきてしまうのではないかなという思いがあって、こういうふうに書いてみたんですが、という感じですかね。もう 85MB になったんで、一回ここで切ろうと思いますが、下までいけるか。ここで切ろうと思います。